こんにちは、あきゆきです。今回は、アベレージイフ関数をやっていきたいと思います。アベレージイフ関数は、全体の平均の中から、指定をしたものの平均だけを取り出してくれる関数で、アベレージイフ関数は覚えるとすごい便利な関数なので、ぜひここで覚えていきましょう。ただ、少しだけ難しいところがあるので、そこは動画を見ながら何回も練習して、 覚えていきましょう。覚えるとめちゃめちゃ便利な関数になります。そしたら実際にやっていきましょう。まずですね、今回パソコンセミナー売上表という風にこのように作ってあるんですけど、5月の開催したところと、まあ、売上そして6月はこっちに書いてありますね。それの今まではですね、アベレージ関数というのは、この、例えば合計金額の平均と、 いうだけで、ここだけを選択していたんですけれども、それだとですね、東京の売上の平均と言われたときに、東京の売上の平均を持ってこれないんですね。なので、今回使うアベレージ i フ関数が必要になってくるわけです。で、アベレージ i フ関数を使うことによって、ここのところの東京だけを抜き出して平均を出してくれるという、すごい便利な関数なんです。そしたら実際にやっていきます。 今回は2019年5月の東京の売上これをまず平均金額出していきましょう。まずどうやって出すかというと、アベレージ IF を入力していきます。アベレージ IF を入力したら、範囲、条件、平均対象範囲というふうに書いてあります。ここで注意点なんですけれども、一番よくあるミスが、この平均したい場所を最初に 持ってきちゃうケースなんですね。例えば平均したい場所って今回合計金額出したいなということなので、ここの合計金額の平均なんで、ここを出しちゃうとこれもダメなので、ここじゃないんですね。まず考え方としては、東京を抜き出してあげる必要があります。東京を抜き出してあげて、最後に全員の平均を選択してあげるという流れでやっていきます。そしたら、まず東京のことが知りたいので、東京のことってどこに書いてあるのかというと、 5月の東京が書いてあるのは開催場所のところですね。ここを上から下まで全部選択していきましょう。なので、ここからここまで選択していきます。そしたらですね、この、そしたらですね、これで範囲が選択できたので、カンマを押しましょう。カンマですね。そうすると条件に変わりました。ちょっと上の方に分かりやすく出しときますね。これですね、開催場所が今選択できた状態です。で、条件は、 何かというと、この中から東京のことを知りたいわけなので、東京が条件になります。この全体の中から東京のことが知りたい。というのが条件ですね。で、カンマです。で、最後に平均対象範囲というのが、平均を知りたいんで、 この状態で終わりにしたら、まだ、この中から東京出しただけなんで、何も出てこないですよね。なので、この平均対象範囲は、合計金額のところですね。ここの平均が知りたいので、これを上から下まで全部選択してあげましょう。そうすると、これで選択ができたので、Enter キーを押します。そうするとですね、見てみると、これが平均金額ですね。ちゃんと出てます。今回はですね、絶対参照を今、説明するときつけなかったので、このままオートフィールすると、 これずれてるですね。これ合ってるように見えるかもしれないんですけど、これずれてます。ここがですね、F に押すと、上の方がずれてますよね。なので、絶対参照を使っていく必要があります。絶対参照がわからない方はですね、別の動画であげてるので、そちらを見てあげてください。そしたらですね、絶対参照をつけてやっていきましょう。どこに必要かをまず修正でつけていきますね。F の2番で修正していきます。今回、どこがずれちゃいけないかというと、 全体を指定しているところがずれてほしくないので、この東京の書いてある開催場所一覧のところですね、と合計金額の全員分のところ、ここになります。そしたら、この青と紫、これがずれてはいけないので、ここの B の5番のところと B の35、ここに F4 をどんどん押して、このようにドルマークをつけていきます。この紫のところもそうですね、F4 でドルマークをつけていく。 で、この赤いところだけはついてない状態でエンターキーを押しましょう。これで絶対参照が付け入れました。そしたらこれをオートフィルすると正しいのが出てきてます。F の2番で見てみるとこのように青いとこと紫がずれてなくてちゃんと赤いところが選択の指定されたところですね。ここの範囲の条件になっているのがわかると思います。そしたらですね、この2019年6月もやっていきましょう。今回は 先ほどやらなかった絶対参照を一緒につけながらやっていきます。イコールアベレージ IF ですね。そしたら範囲ですね。範囲はまず東京を抜き出してあげるんでしたね。なので、6月の開催場所、全部が書いてあるところを選択します。で、この状態でですね、F4 を押してあげると、この範囲に絶対参照が自動的についてくれます。 そしたらカンマを押します。で、この中から何が知りたいのということなので、条件ですね。ここの条件を持っていきます。で、最後に平均対象範囲ですね。平均対象範囲は平均したいところは、まあ、今回合計金額のところだったので、これを上から下まで反映させてあげます。で、ここも固定したいので F4 を押しましょう。そしたら、こういう風にドルマークがつきました。 そしたらですね、エンターキーを押しましょう。これでもう絶対参照もつけてあるので、あとはオートフィルするだけです。こうすることによって平均金額が簡単に出せました。これがアベレージ i フですね。これを覚えるとめちゃめちゃ便利です。で、次にアベレージ i フの使い方もう一つありまして、例えば人数が20人以上だったところの平均金額知りたいということなんですけども、さっきは東京という風に ここのところ、真ん中の条件、指定してましたよね、東京都で、京都、大阪という風に変わってったんですけど、今回は20人以上っていうのが条件になってます。なので、ここの条件を20人以上に変わった状態でやっていく必要があります。それではやっていきましょう。どうやって出すかと言いますと、イコール、アベレージ、IF という風に入力して、まず範囲ですね。 範囲は何かというと、条件で書いてあるところを先に抜き出してあげる全体が書いてあるところですね。条件の、要は条件が書いてある20人以上が条件になるので、この人数が書いてあるところ全体が範囲になります。で、今回5月のことなので、人数、こっちですね。5月の全体。ここが範囲になります。で、ここはですね、上から下までやってるんですけども、今回オートフィルする場所がないですよね。 なので、ここには絶対参照必要ないです。このまま行きます。じゃあ、カンマを押しましょう。カンマですね。じゃあ、条件何になるのかというと、20人以上ですね。なので、20人より大きい場合というのは、こうやって書きます。ダブルコーテーション、不統合、イコール20ですね。以上の場合は20が含むので、イコールが入ります。で、キーボードで入力する、 条件をキーボードで入力するときは、ダブルコーテーションを前後で挟まないといけないというルールがあるので、前後でこの不等号と20を挟んであげます。そしたら、カマンマを押しましょう。そしたらですね、平均対象範囲は何かというと、平均金額を知りたいので、合計金額ですね。ここを上から下まで選択してあげます。そしたら、これもオートフィルしないので、絶対参照は必要ありません。 エンターキーをこのまま押しましょう。そうするとですね、このように20人以上の時の平均金額が分かりました。そしたら、こっちもやっていきましょう。2019年6月ですね。Average IF と。まず範囲は人数が書いてある全体ですね。上から下まで。そしてカンマを押して、条件はここに入れていきます。ダブルコーテーション、 不等を20、ダブルコーテーションで閉じてあげましょう。そしたら、条件が終わりなので、カマですね。で、平均対象範囲がここですね。合計金額を上から下まで選択して、それではエンターを押します。そうすると、このように、20人以上の時の平均金額が出てきました。このアベレージーフは、 よく使ったりする関数なので、絶対に押さえておきたいんですけれども、最初に覚えるときはすごく難関なので、この動画を見てね、あの何回か、これすごい忘れちゃうので最初のうちは、何回かやってみて、ぜひ、あのマスターしておいてください。すごく便利です。今回は、このアベレージ IF 関数の使い方を紹介いたしました。このチャンネルでは、Excel に関する動画をいっぱい上げているので、 ぜひチャンネル登録とこの動画が良かったら高評価もお願いいたします。